これすごいのはやっぱりその番組ではあの主題曲がインストなわけですよね、うん、オリジナル主題歌を作った主題歌を、ね、歌がないのでこのシートの部分に作られたっていう、いやいやその頃一応も思ってないから、うん、それであの慌ててそのシートの中から注目が来るからこれ慌ててあの食べてみればこれにちょっとお立ち上げを作ったあの大怪獣の歌というかウルトラマーチというのがマーチは本編では一切使われてないんですよね、だけどこのそのシートではみんな聞いてたっていう、これに沢田研二さんと桜井英子さんとね、西脇さんがあの歌の中で掛け合いをするんですよね、いっぺん行くぞ任したきとか、そうですよね、あれがいいですね、特大ねみたいなねでこれあのこの録音にも立ち会ってるんですよね、当然。いや、これは立ち会ったら、日曜が作ったのはものあったというか。あ、こちらが作ったんですね、これ。ドラマーチのおかげで。うん。でも、はずの僕この、この怪獣ね、大怪獣戦っていうのも、これもはずが作られたと思うんですけど、覚えてますか？いや、作ったのも覚えてないです。これはやったのは覚えてますけど。ここにね、あのここにね、図解で、大友庄司がね、これがつぼやトキプロだって書いてあるんですけど、これインチキですよねなんかハリウッドのスタジオみたいになっててで、つぼらや監督がここにいるって書いたんですけど、あの天井がね、50メートルぐらいあるんですよで、これを信頼してつぼらやこれ行くと、僕らが行くと豚小屋みたいなことで実装時間とかも豚小屋実装時間とかも本当に書いてますよ、あたか電球がちょっとウルトラマーチと聞いてみましょう。ドラマなどないです。ああ、いいですね。ということですけど、あの当時日曜は朝礼祭決めだったんで、はい。そうか、その今回は大会社ですけど、そんなところからスタートされて、日曜はもうこの後も、はい、もう飛躍的に大きくなって、ね、でこのウルトラマンが大きかったでしょうね、日曜最終ものですよ、ね、この後ウルトラマンね、ウルトラセブンと、ウルトラマンがまたこれがあの、うちはあの孫たち独占だったんで一緒に出したんで、これはあの売れまくりましたねで、とにかくあのウルトラ級はもうとにかく2月、3月、4月ともそのままの独占、独壇場というか、うん、そういう売れ行きだったんですね。で、ウルトラ Q と2号、西を出そうとしたら、ええ、もう6月から、もうウルトラかな、ええ、あの4月から始まってんで、うん、それで、あのこれとあの、ええ、あのマグマ大使を発祥に、同時発売、マグマ大使は独占なんで、ええ、これまた売れましたね。ですね、もうその頃からようやく世の中が、ええ、まあ、怪獣ブームに、まあ、あやかりたいと、大体お菓子屋さんが4月ぐらいから出して、それからおもちゃ屋さんが5月の連休ぐらいから動き出して、あの少年マガジンも5月ぐらいから本格的に動き出して、すごい時代ですよね、うん、で、まあ、音楽業界ももう5、6月ぐらいからなだれ込んできたんですね、うん、ドドッと、ドドッとね、もう狂気の沙汰という狂気の沙汰本当、本当、そうですよ、で、それを、まあ、我もとぶったたくというか、それであの、幻のあの、怪獣大図鑑をそこで叩きつけてこれがまたね、超ウルトラ大図鑑、ちょっとないけど、あの怪獣大図鑑っていうのはあのまあ、B 語のね、あの大友庄司と大友庄司さんがね、が監修で、大友庄司の最初の一冊だと思うの初めての。で、大友さんどんな方だったんですか？これはあの、ね、どんな方だったんですか？大友庄司は。なんか普通のおっさんで、ね、あのさすごいインテリですよ。経験をね、で、経験をダブルで出てんだよね。学士留学してんだよ。あ、そうなんですね。うん、すごいです。だからまあ。あの英語はちゃんとこなせるし、そうそうそう、まあ、すごい人なんですけど、すごい人です、ね、それであの、まあ、そこにあのウルトラ、あの怪獣大図鑑をぶっつく叩きつけたんですね、大ヒットで、あの大体あの本がどれだけ売れたかっていうのは、はい、その、あの類書が何冊出たかっていうのがその売れた一つのあのベルクマールなんですけど、怪獣大図鑑っていうのは、まあ、
マニアが計算するところによると、13冊か14冊類書が出てるんですよ、ね、出ますよ。で最後はあのプライドの高いあの大出版社の講談社と小学館まで会長を作ったんですけど、そういう騒ぎでして、会長大塚はやっぱりアセストーラーさんですから必ずそのシートもついてるわけですよね。シートもついてる、はい、図鑑で、これは、まあ、まあ大変な売れ行きで、でまあ続々とそのあのイミテーションが出てきたわけで、そこにぶつけたのはあの怪獣大解剖図鑑、解剖図鑑ね、妖怪図鑑、妖怪図鑑一つ一つこうぶつけていった、相手が出てくるたびにこうぶつけていった、戦いですね、叩いてた相手を相手をね。でそういうで相手はまあもう怪獣部分大部分なんだから売れようと思ってある程度ブスを張り込んできた、そこを叩いて叩いて叩いて、で結局怪獣文具の後に、まあ、発射あったそのシート会社が多分3社ぐらいになっちゃったんじゃないかと思いまして、まだいろんな、そういうこういうね、やっぱいろんなどこもかしこもね、そのどこもかしこもどこもかしこも小田小田のプレスでしょ、いやもうみんなレコード会社も出したんですよね、うん、もうそういうことで、まあ、その怪獣ブームの、まあ、前にこの、はい、オバキュー、そうですね、オバキューが大レコード大賞、ね、特別賞もらったんです。オバキューっていうのはあの、結局あの最初はのオバキューあの東京ムービーとはあのビッグ X 以来の付き合いで、なんかあのそこの社長で、ね、ビッグ X その社長と なぜか、まあ途中あの昼間から酒を食らってた、全部お酒じゃないですか。で酒え昼間から飲んでるんですか。大体昼お昼から飲むというそういう関係だったんですか。で、その社長から今度、あのお待ちが決まったって聞きまして、東京ムービーってことでしょ。東京ムービーですね。それで曲は TBS で、フジテレビであって、民放の U と言われた TBS で、ね、曲数が多い。あ、ネットがね。でなおかつは、あのマキューはあの当時あの1年生、2年生、3年生の あの学年が100万雑誌だったんですよね。全部オバキュー、まあ、ドラえもんの原点全部オバキューなんで、これはあのもうビッグビジネスだ、これは絶対逃すべきじゃないと、まあ橋本は思った。橋本思っちゃったわけです。朝ドラになんじゃないですか、橋本さんの反省点が。それであの小学館とはあの、はい、お正月がおばきゅうになるあのアニメになる前から出して、これ結構そこ、これは赤塚売れた、これはあの井上久志と出すあの国民坂 の、あの話した時、あれその人にしたらっていうんでやって、キャフゴンがあの国民的作家なの井上久志で、音楽は宇野誠一郎、そうですね、出演はあの、黒柳徹子、これ黒柳徹子というすごい弁護あのテレビ前にそういうことをやっちゃって、そうです、あのサンデーの編集者はマブタチン作でなったわけで、で行ったらあの、今度あの小学館ではそのマーチャンダイジングのセクションをかっちりと本格的に始めることになったって。でまあそこのセクションに行ったらあの、まあ、赤座さんという赤座美代子のお姉さん、お兄さん女優の、がそこのセクションのボス、で、あのうちはあの希望あの昇進化したいという申し出があれば全て OK にしますという、そういう方針で小学館のマージャンダイジングは始まった。だからそのままさんが独占なんか言ってもそれはできますっていう返信と。おばきゅうはだからいろんなところが出しましたよね、おばきゅう運動、ね、コロンビア、それで、最終的にはあの私が平社員だったんですけど、50万部という最低保証した50万部、 MG はすごいですね、最低保証12万部最低保証 MG は、で50万部の最低保証ということで、で東京ムービーの社長とか査定の編集長なんかにもバックアップしてもらって、で
あの音盤に関しておまけを使えるのはソドラマだけという、うん、そういう契約しちゃった。あで、まあ、このシート、このベアからね、それはちょっと話が先になるんですけど。